自分でもわかる。はい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 。行きますよ。はい。チーズじゃなくて。あ、ジムクさん。はい。あれスタート？え、どっちのスタート？あ、はい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日からスタートです。今日から、番組をスタートさせていただきます。リコピーのまるっと支援しちゃうぞというテーマで、タイトルで。よろしくお願いします。はい。企業支援プロデューサーの長谷川リコです。リコピーの P は企業支援のプロデューサーの P なので、ノリ P とかいうノリの P ではないので、これからどうぞよろしくお願いします。はい。で、今日のゲストの方をご紹介します。今日のゲストは、保育心理カウンセラーの鈴木道代さんです。どうぞよろしくお願いします。はい。では、まず、はい、道代さんの方から自己紹介をお願いします。はい。はい、皆様、こんにちは。鈴木道代と言います。幼稚園と保育園を約30年ぐらいずっと、歩いてきました。それで、保育園をやっている時に、いろいろ疑問に思うことがあって、海外でボランティアもしていました。かっこ若い時いつですか何年ぐらいかな。25歳ぐらいの時ですかね。どんな海外って、どんなこと。海外は、青年海外協力隊っていう、多分皆さんご存知の、JOCV って国がやっているもので、それに今参加をして、それで、中米のドミニカ共和国というところで、30分、2年とちょっと働いてきました。保育園で、はいはいはい、それでその後ですね、はい、帰ってから、保育園と、保育園を、バイトしていろいろ働きながら、結婚もあり、子供も産み、それで、その後保育園を、自分で立ち上げたというところです。はい、はい、それで19年ぐらい自分の子育てと、保育園の方と、合わせてやりまして、でその後、そうですね、そろそろ保育園の方も、大変なので、自分の子供もね成長してきたっていうところもあるし、いろんな問題点も見えてきたので、何か自分の、資格とあと経験をね生かせるものがないかなと思って、カウンセラーの道に、はい、行こうかなと思って今お尻をこむってるところです。お尻をこむってるところです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ざっとです。はい、実は私、道代さんもね、ずいぶん昔からの知り合いなんです。さっきお話の中で託児所、家庭保育園ですね、はい、を、立ち上げられたんですが、私の子もね、はい、ちょっとお願いしたぐらいで、そのくらい数類付き合いです。で、その託児所、家庭保育園をずっとやられてきたっていうことなんですけど、もう19年っていうことなの で、ね、この19年の間にはいろんな、もちろんいろんなことがあったと思うんですけど、この、大変だったこととか、逆にもうすごいこう、これもすごく良かったみたいな経験っていうのは何かありますか。そうですね、まずすごい良かったと思うところは、やっぱり自分が普通の大きい保育園とか幼稚園でやってた保育と、やっぱちょっとこれでいいのかなっていうところがやっぱどうしてもあるんですよね。で、自分が担任持ってても、子どもたちと接してても、やっぱり園の方針ってあるし、それにね、どうしても全部納得いくわけではなくて、みんなそうだと思うんだけど、これでいいのかなって思いながらやっている。でも自分はもっとこんな保育がしてみたい、もっと子どもたちに、いい保育をしてみたいっていうことで、でもその葛藤がね、ずっと勤めてる時はありますよね。でも自分の保育園をやったら、絶対自分が満足いく保育を職員とやるぞっていうのがあるので、それができるっていうことがまず一番のメリットですね。でその自分がやった保育に対して、子どもたちがそれに響いて、伸びてきたり、自分たちの期待通りの動きを見せたりとかするっていうところが、やっぱり間違ってなかったっていうふうに思えるところですね。素晴らしいですね。はい、それが一番のメリットと、あと一番最初の頃にお預かりした、まだ初期の保育園初期の頃のお預かりした子どもさんが大きくなって、免許取って車買ったよとか、嬉しいですね。そう、元気かってまだやってんのっていうふうに保育園の方に遊びに来てくれたり、車を見せに来てくれたり、
そういうこともそれもすごい嬉しいですけど、うん、逆にうちからまあ中学高校ってね大きくなった時に、うん、まあ、いわゆる不登校になってしまったりとか、うん、なんか問題をね親子で抱えてしまったり、うん、そんな時にちょっと寄ってもいいかなんて言ってうちに来て、うん、それでちょっとお砂場で勝手に遊んで帰る、うんうん、そんなこともしてくれる子もいて、うん、まあ何かのね役に少しは立てるのかなっていう、うん、そこでお話聞いたりとか、うん、まあお母さんとの現在のねちょっとトラブルとかが、うん、学校でのトラブル聞いたりとか、うん、そんなのもまあ嬉しいことの一つですね。うん、はい。でも逆に、うん、大変だったことはやっぱり経営面。ああリアルですね。はい、リアルです。そうですよね。これはもうお金がないとやっぱできないので、うん、保育園の方は、うん、保育士さんにもね、うん、お給料払わなくちゃいけないし、うん、っていうところからやっぱり経営面が一番ですね。はい。もう19年ってことは、うん、最初にあだねうちの息子が息いや違うねもうちょっと後かなもうちょっと後だと思うね、うん、でも大体そのくらいというともう20歳超えてるよ ね最初の子はね最初に預かった子も0歳の子ばっかじゃなくてあそうかそうかそうかそう最初もっと上の子もいるもん、ね、そうなんです19年前にすでに5歳だった子もいれば、うん、そうかそうするともう25個いっそう24号で中には結婚するとかもうだんだんそういう話も出てきたり、ねうんまあ、車乗ってる子がねやっぱり多かったりとか、うんまあ、高校とか大学行ってるんだとか、うん、そんなお話も聞いたりとかするとすごく嬉しい気持ちになります、うんうん、なるほどなるほど、うんはい、もうそうやってこのずっと託児所をやられてきて、うん、で先ほどね自己紹介の中で、うん、そこから今カウンセリングまあ、うん、紹介させてもらったカウンセラー保育心理カウンセラーということなので、うん、まあ、こういうカウンセラーの方にって今やられてるんですけど、うんはい、それってそもそもなんでこのこっち方向に、うん、あそうですね、うん、なんでかっていうと、うん、まあ、自分が結局、まあ、いろいろね他の業種もバイトしたりとか、うん、いろいろしてきたんですけど、うん、結局ずっと保育の道に携わってずっと来たんですね若い時から、うんうん、で自分も子供3人育てて子供の大変さ、うん、子育ての大変さ、うん、それとあと保育園の子供たちの、まあ、ちょっとしたいろんな、まあ、今昔との違いうんうん、今の子どもたちとの違い、うんまあ、もちろんね、うん、社会が変わったので、うん、子どもたちの取り巻く環境も変わったんですけど、うんうんうん、そういう親御さんたちのね、うん、考え方の違い、うんうん、そういったものにずっとなんかうーんと思って、うん、来たところがあります、うんうん、でも自分が経験したこと、うんうんまあ、自分の子育てもそうだけども、うん、保育園で働いてきて、まあ、たくさんの子どもたちに触れ合って、うん、お母さんたちから、まあ、悩みもいっぱい聞いてきたりとか、うん、そういう中で、うん、得た知識とか、うん、こういった時はこうした方がいいとかね、うん、そういうノウハウっていうのは、うん、やっぱりやってみたやったことがある人でないと、ね、なかなかわからない部分もあるので、うん、そういうところを実際今困ってる方にお伝えしていければいいかなと思って、うん、この仕事をちょっとやってみようかなっていうふうに思いました、うん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 、でこの保育心理カウンセラーっていうことなんですけど具体的にはどんなような方に向けてのカウンセリングをやられてる感じですか、うんうん、そうですね今は、うんまだ駆け出しなので、はい発達にちょっとね問題のある子どもさんであるとか、うんうん今非常にね多いと言われてるんです、うん、幼稚園でも小学校でもあと中学高校になってから気がつくっていうことも多々あるんですけど、うんうん、ちょっと発達にね、うん、問題があるのかなっていう、うん、でもそれをまだわからない、うんうん、わからないからどうしてこういう行動するんだろうとかね、うん、親が困ってしまったり子ども自身が悩んでるっていうこともあります、うんうんうん、そういったところを、うん、ちょっとこうケアしていったりとか、うん他の専門機関へもちろんつなげていったりとか、うんうんうん、お話をまず聞いて、うんうん、じゃあどういうふうに日々ね対応したらこの子にとってその困り感がなくなるだろうっていうのを一緒に考えていったりとか、うんうん、そんなことをしています、うん、あと、まあ発達に限らずね、うん、子育てで悩むっていう方も多いんですね、うんうんうん、やっぱりそんなに子育て自体は、うん、私は大変多忙ではありますけど、うん、難しいものではないと思ってるんですね、うん、そこをすごく難しく思ってる人が多い、うん、特に今の若い方は多い、うん、そして自分優先
っていうふうな考え方の方がやっぱり多いような気がします、うんうんうん、まあ若くして産まない人も多いので、うん、結構年齢は、うん、それなりに高いけれども、うん、育児の初心者っていうことになると、うん、どうしても自分のやりたいこともやりたい、うんうんうん、でも目の前に赤ちゃんや小さい子がいて、うん、好きなことができない、うん、このジレンマをどうしたらいいかっていうね、うん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 、まあ発達が特別問題ではないけれども、うんうんうん、まあ、子育てのやり方であるとかね、うんうん、そういうところに悩んでる方の、うん、まあ、少しでも助けになればと思います、うんうんうん、はい、ありがとうございます。やっぱりその子育てってその対象子供がね、自分の子供がその、うん、まあ、発達に問題を抱えているにしろ、うん、まあ、抱えてないにしろ、うん、でも抱えてない人だとしても、うん、その保育、子供を育てていく環境が自分にとってはいっぱいいっぱいにやっぱりなるところがあって、うんうん、あるね、そうするとその人と比べることじゃないですよね、うん、その悩みっていうのは、うん、その中で苦しいって思ってる人っていうのはたくさんいらっしゃると思うので、うん、そうですね、そうすると対お子様もそうだし、うん、あと、お母様、そうですね、はい、両方カウンセリングできるということですよね、はい、子供さんも、まあ、ちっちゃいと喋れないので、うん、あれだけど小学校中学校、うん、今ちょっと何人かいるのは高校生、うんうん、専門学校生、うん、大学生、うん、自分がどう生きていいかわからないとか、うんうん、まあ、自分がこの専門分野に進んだんだけども、うん、本当にこれでいいのかわからないとか、うん、まあ、親が行けって言って行ったのに、うん、で自分もその時はいいと思ったけれども、行けって言ったのにか、なんか今突き刺さったな、私本当にこれでいいのかとか、うんうん、あと、まあ、高校生だからと、まあ、クラスの中の悩みであるとか、うん、部活の中の悩みであるとか、うん、そんなことも子どもさんが話せる状態であれば、うんうんうん、こちらの方で OK して、うんうん、その状態を探っていく、うん、そして解決に導くっていうこと、うん、あと、まあ、保育士さん、うん、実際保育を担当されている保育士さんが元気でないと元気な保育はできませんので、この間、うん、いろいろ、ね、ありましたね、逃げ走った問題がありました、はい、びっくりしました、浜松でしたね、ありましたね、ありました、ありましたね、浜松です、はい、あれは本当に言語道断ですね、びっくりびっくりしましたけどね、はい、同じ業種としてやっぱり非常に憤りを感じます ね、 ね、ありえないことです、はい、だけど実際にはああいうことをしてしまう、うん、うん、だから保育士さんのケアっていうのもとても大事なんじゃないかな、 それはイコール、まあ、子供を守ることでもあるし、うん、親も病んでる、ね、保育士さんも病んでるっていうと子供は行き場がなくなってしまって、決してね明るい未来っていうのは望めなくなってきてしまいます、なのでそこをやっぱ保育士さんのケアっていうのも大事かなっていうふうに思ってます、うん、私もね昔保育士だったので、うん、保育士のケア本当大事で、保育士私ほい、本当に知らなかった、私ね17年ぐらい保育士だったのずっと、本当に、うん、ですです、そうなんですよ、ちょっと、うん、ごめんね、メガネかけさせてください本当に見えないの見えないです私、あスルーしてくれたらたくさん入ってるよ、ありがとうございますはい、井村理香さん絵が OK よっていただきました、ありがとうございます、引きつってませんか、私すごいね自分硬い、今硬いなって思って、鈴木さんも可愛いよってありがとうございますありがとうございます、はい、橋先生のね、長谷川先生の倍ぐらい体ありますけど、その下にもたくさんコメント入ってる、あ、本当だ、ありが、あ、そう、みさえちゃんありがとうございます、今ね、途中で私こうやって手振ったのは応援に来てくださいました、もう今日本当私昨日からおかしいんですよおかしいおかしい、もうどうしようどうしようってずっと思ってたので、本当にありがとうございます、嬉しいです、頑張りますね、はい、ということで、そう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 、そう、あ、はい、お返しします、ありがとうございます、なので本当にちょっと話戻しますけど、はい、うん、保育士さんのケアは本当大切だと思う、そうですね、うん、今回のあのことがあって余計思いましたね、そうですね、本当そうですね、実際多忙なんですけど、うん、やっぱり子供にはそこのしわ寄せは生かしてはいけないの で、 そうですよ、ね、あと保護者はね、うん、やっぱり子供の後ろに必ず保護者がいるので、うんうんうん、そこは守るべき存在であって、うんうん、決して対象ね、怒る対象ではない、そうですね、うん、ね、ちょっとまずい子育てしてるなと思っても、うん、それをね導いてあげるのがやっぱ保育士の役割なので、うん、それをね、うん、保護者に嫌な気持ちをさせるとか、うん、すごくね休みの日に預けると嫌な顔をされるとか、うん、そういうことはあってはいけないことだと思いますはい、はい、本当そうですよね、つくづく思いますね、うんうん、はい、じゃあそのこれではい、はい、バターバター、はい、バターお約束なんだ、ありがとうございます、チーズじゃなくてバターなんですね、わかりました
ありがとうございます。はい、あれ何の話してたっけ。こうなっちゃうんだね。わかりました。そうそう、保育士のケアは大事っていう話をしてたんだ。はい、そうで、なので先ほどもねお話があったんですけど、みちおさん本当に経験がすごいんです。その海外に行かれたっていうこともそうだし、じゃあまずね、自分で家庭保育園を立ち上げようっていうところからして本当すごいなと思うし、でやっぱりその保育園ってどうしてもね、その保育が必要な、どうしても必要な方がまあ預けるわけですけど、でその当時ってあんまりなんていうのかな、どうしても急に働きたい、でも預けられないっていう方が割と緊急で来たりしません？ですよね。はい、そういった時の受け皿がやっぱりなかなか難しかったっていうのもあったような気がするんですね。うん、私も結構ね、預け先困った時期があったので、でそういうね、状態の中でこう立ち上げられて、いろんな方がいらしたと思うので、そこから来る経験値の高さっていうのは本当に高いの、高いなと思うんですね。なのでそこからこの道に、はい、まあ、進まれるっていうわけですけど、もうね、それそうは駆け出しとおっしゃいましたけど、そうは言っても今までの、まあ、経験がすごいので、いやいや実際にはお母様たちにね、カウンセリングのようなことはしてたと思うんですよ。でそういうことも含めて、この保育士としてではなくて、カウンセラーとして今までこう接せられたことで良かったことみたいなことっていうのはどんなことがありますか。保育業務の中で。そうです、そうです、業務の中で、まあ、やられているのを含めて。そうですね、やっぱり子育ての相談と、まあ、中には夫婦の相談とか、そっち行きますよね。そっち行きますね。うちの旦那がとか、うちの嫁がとか、うちのばあばがとか、そう、そう、そっちもかなりありますね。はいはい、でもそれは私どうしようもない問題なので、お話聞いて、そうなんだ、大変だねって聞いてあげることですっきりして帰られるので、まあそれだけでも役に立ったかどうなんだろうと思いながら、こちらは複雑になって、お父さんあんなこととか思ったり、結構お母さんあんなこと思ってたんだとか思う時あるけれども、でもまあ聞いてあげることで、お父さんもお母さんもまあすっきりして帰られるので、まあ子供に八つ当たりはしないでねというところで、聞いていましたね。でその聞いてあげることでやっぱりほっとして帰られたり、なんかこの場合ってどうしたらいいとかね言われた時は、自分が知ってるノウハウであればね、こんな風にするともっとスムーズに日常が動くよっていうことを教えてあげる、やっぱいろんなやり方があるんですね。私も3人子供ちっちゃい時育てながら保育園をやってましたので、多忙はもう極めていました。だけど時間の使い方一つでどうにでもなります。その最中にも資格は取れました。なのでじゃあいつ勉強してるの、いつご飯作ってるの、じゃあ自分の子供はどういうふうにしたら接する時間があるのとか、それも全部やり方があります。それを自分でもうね、こう模索しながら、時間を作ってきた。それでそのやり方がやっぱり少しでもね、皆さんが今迷ってるんであれば、こんなやり方すると子育てとお仕事うまくいくよっていうやり方、心強いですよね。そういうのがでやってきた本人なので、やっぱり私はこんな風にしてきたけどお母さんどう？とかっていうと、あ、それならできるかもしれないとか、じゃあ今日ここからやってみようとか、そんな風にして、スケジューリングの立て方であるとか、仕事と子育ての間、じゃあそういう状態の時にね、子供が愛情不足にならないかって決してないんですね、そんなことは。5分、1日5分あれば子供は安定するんですね。それをお母さんたちは1時間2時間なきゃいけないと思って、そんなこと決してないです。自分はもう5分10分しか毎日時間がなくても、子供たちはそうグレずに行ったと思いますなのでいい子だからね、まあ、行ったと思います。でもそれは、やり方もあるし、こっちの心の持ち方もあるしっていうのもあるので、そこでまあお母さんたちは空回りしないことですよね。なんでそういうことをまあちょっとお伝えしながら、少しでも生活が楽に子育てを楽しくやっていけるとね、いいなっていう、そんなことを思いました ね、 心強いですよね、本当に。基本そのカウンセリングって、クライアントさんがのお話を聞きさえ、まあ、ただ聞けばいいってわけじゃないですよ、もちろん違うんですけど、一本当の一流のカウンセラーっていうのは、ただ
聞くだけで相手が癒されるっていうのが本当の一流のカウンセラーさんって言われるんですよね。でなおかつそれがありつつの経験値があるので、そこから来るやっぱり言ってもね、お母さん答え欲しいとかあるのよ。そうあるですね。そうやっぱりアドバイスをされたいと思ってないんだけども、なんかの答えは欲しいっていうのを絶対思ってるはずなんですね。でそこもこう提供できるカウンセラーさんっていうのはすごく強いと思うんですよ。だからもうぴったりだよね。保育の心理のカウンセラーさん、この道しかね、あのできないので、ね、少しでもね役に立てればと思って、ね、みんなが楽しくね子育て、本当に小さいうちって少しの時間なので、長い子供の人生見ればね、本当に小さい少しの時間、でもやってる本人はそんな風に思えないですよね。私も思えなかったですもん。必死感すごかったから ね、 それはあの自分もそうだったので、その時は終わってみてやっぱりね思うところであって、なので今のお母さんたちがまあ爆発しないようにうまく、ね、必要ですよね。そうだね、それであのみんながね前向きにいけるといいなっていうふうには思います。そうですね。じゃあ道夫さん一言で言って、道夫さんのカウンセラーとしてのモットーってどんなことですか？モットーは、やっぱりあの子供をもちろんね元気にしたいとか、子供がね生き生きと過ごすってことは当たり前なんですけど、それをじゃあどうしたらできるかっていうと、全て周りの大人なんですね。あの物的環境っていうのはこういうまあいろんなものですよね。今子供が好きなゲームであるとかおもちゃで、そういうのはあくまでもあのまあ、なんていうのかね、要素的にはちょっとあまり重要ではなくって、実は、人的環境という、まあ、人の環境が一番重要なところなんですね。なので子どもをまあ取り巻くのが親、それから保育士さん、まあ、学校に行けば教師の先生、あのいろんな方がいますよね。その周りを取り巻く人たちが、あのいかにあのいっぱいいっぱいにならないように支える社会を作るかというところだと思うんです。そこがまあ究極にあの求められているところではないかなと思うんです。育てて頑張ってるお母さんとか、必死でやってる教員の先生方とかを支える仕組みっていうのをやっぱり作っていったらいいかなって思うので、まあ、そこまで大きなこと言うと自分はそこまでとてもね、あのあれですけど、まあ、理想はねそんなことをいつも思っていて、あの子供はもちろん、でも子供を元気にするのはその周りの大人、その周りの大人が元気だと子供も伸び伸びと、あの前を向いて人生を歩んでいける、そういうな社会になるといいなっていつも思って、それの少しでも一助になればと思ってます。はい、どうです、素晴らしいですよ。いやもうね、いやそんなことないです。私もずっとまあね、あのこの、ね、道夫さんのそのまあ、経営者としてもすごいんですけど、いやもうねぜひお願いします。いいと思います。いいと思います。このおじいは結構ね、あの近所のねおじさんとかおばさんとかね、近所の方ともいつも触れ合わせてるんです、子供たちも。そうするとあのおじいちゃんおばあちゃんも嬉しいんですよね。そうだよね、やっぱちっちゃい子いないから、ね、今近所に。あ、そう、あでも一応そのあの辺もいない、あんまりない。あ、そう、そう、でもいるとおじいちゃんおばあちゃんはやっぱ嬉しいんですよね。だから会いたい、子供に会いたい、今日何人いるだっつってね、あの来て、そうだからお互い相互作用でいいのかなって、思いますね。あのすごくね環境のいいところなんです、なのでなんで、ね、あそこでさカウンセリングできたら最高だよね。あ、そう、最高だね、あそこは本当は可能したいぐらいです、ね、子供外でない、道路で遊ばせといても大丈夫なぐらい、誰もいない。そう、環境がすごくいいんですよね。であの畑がね、自分の敷地内で保育園を開いているので、あのそうなんです、畑があって、あの動物もいたりとかして、ね、すごいいいとこですよ。はい、私も胸を押さえた時は ね、 助かりました。あのあそこで本当にね、あのお母さんたちも、あそこで外で話すとすごくね喜んでくれて、あの子供連れてあそこで感染も大丈夫ですもんね。そうです、外で子供遊ばせておいて、でお母さんの話を、まあ、子供を見ながらお母さんが十分聞ける、はい、そうですね、安心安全な場所ですから ね、 ね、送り迎えする時にね、本当にちょこっと話されたりとか ね、 ね、する時あるので、はい、はい、ぜひ、はいはい、でじゃあもし道夫さんにカウンセリングをお願いしたいってなった場合って、どうやってご連絡、お名前で検索すれば、検索してもらえれば、アメブロも少しずつですけど、もうパソコンが全く初心者なので、頑張って今あそこの今後ろで大笑いしている方仲間だよね。いやでもすごい先輩
ぱいなのでもうすごい書いてらっしゃるじゃないですか。もう、ね、先ほどもね教えていただきたい。20位、ね、そう、みさえちゃんのお話で大盛り上がりだったです。いやーすごいです。もうとてもだからまたちょっとどんどんこう発信していきたいなっていうふうには思ってます、ね、はい、ぜひ検索していただいてね、はい、はい、子育てでお困りの方とかがいらっしゃったらぜひ、ね、みちおさんにご連絡いただけたらいいなと思います、はいはい、で私本当に今日初めてで、もうすごいね肩借りるつもりだったし、いやいやみちおさん倒れませんなってるぐらいだったんですけども、はい、今日ねそんな感じで実はここに来る前私場所が分からなくなり外で、ちょっと待ってどこどこどこってやってたらうのさんがりこさんって手振ってくださってこちらとてもそのお世話になっております。ホテカルさん掛川のパレスホテルさんのホテカルさんのうのさんにも本当にありがとうございました。今日助けていただいて声が聞こえたのに、どこ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 すぐ近くにいるはずなのに本当に助かりました。ありがとうございました。こちらのホテカルさんも本当にたくさんやってらっしゃるので、うんうん、一度覗いていただけるといろんな講座をやってます。興味があるものがきっとあると思いますので、うん、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。ということで今日は、こっち、保育心理カウンセラーの鈴木みちおさんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。応援に来てくださった方ありがとうございました。おかげでできました。おかげでできました。ありがとうございました。次は、木村美香のラジオみたいなテレビ、ミカラジ TV です。はい、ということで、ありがとうございました。